どうもこんにちは、ナッチでございます。今回はこちら、バルティン使っていきたいと思います。こいつもね動くようになりましたと、バルディンとルーツは同じタイミングに来たんで今回同時に進化したって感じですね。はい、まあね、まあ強いっすよ。神ドラゴンっていうね強いキラーに無効貫通2つあるんで、でさらにスキルもパワーアップしております。エンハンスが1ターンになりましたが3倍に変わりました。で光とお邪魔が火に、木と毒を闇に変化しますと。リーダースキルは火属性全パラメーターが 1.5 倍、6コンボ以上で3倍、火闇同時で軽減2倍と。全パラに軽減があるんですね。これは強いね。なソニア的な感じか。ソニアもなこんな感じだったよ確かね。ドラゴンタイプっていう縛りがある代わりに延長があるって感じか。っていう感じなんで、無効貫通って意味でもリーダーって意味でも結構強いんじゃないのかなって思います。特に7コンボ強化必要ないっていう無効貫通枠はね非常に優秀です。通常盤面ではね使っていきましょう。で今回貫通したいので3いきます。まあ3いったからといって出るとは限りませんけどね。さあやっていきますよ。体力は9万7000ですね。これに加えて軽減がありますので相当な耐久力を発揮するかと思います。火力もいい感じかな。まあ、この辺が出てますね、よくね。ただ、バルディン自体はキラーが入らんとそんな強くないので、そこはちょっと辛い。操作時間も辛い。なんで、バルディンが活躍するのは後半からですね。まあ、一応、こいつにもキラーは入りますけど、どうだ。まあ、倒せないはずがない。コットンとエンダーに吸収無効がついております。やっぱこのダンジョンはね、吸収無効2つは欲しいんでね。持ってきております。ドラキラもあってか倒せます。ここで闇欠損はちょっと辛いんじゃないか。大丈夫か。なんだかんだコンボ強化組がゴリ押し的な展開になりますね。やっと短縮終わりましたと。短縮にドラゴンゾンビですからなかなかめんどくさいギミックではありましたと。斜め間に合わない。下からなんか出てきた。キラーが入らんとちょっと厳しいかな。あでもドラゴンか。今のは7コンボ組めなかった僕が悪かった。これ残ったんだけど、これバルディンで消せるんで一回消しておきましょうか。強っ強っ。これ無効貫通したろうか。なんか微妙いけど無効貫通組んだら4倍出ますからね。2倍2倍 でそれも強い。また確か2倍だったはず。無効貫通はここでまさかの闇欠損。ここでの闇欠損は辛いんじゃないか。確かプレドラだよね。プレちゃんだよね。そうかそうか。トライフェイス溜まっちゃってるんだけど闇は作らんのでね。これはまあ一旦仕方ないな。でしかも木の方が動くのか。闇の方が動くんだったらねまだ嬉しかったんですけど。ナイス。追い打ち分がありません。これ成功したことないんだよね未だに。残念。メジェリュージョン火の2コンボですね。まあ、そんなに問題はないな。むしろ火力は上がった気がする。さあここで帰ってきます。回復ないんだよな。でドラキラ入っちゃうからちょっと怖いんだよねここね。どうしましょうね。火の1コンボ怖いんで光を消す。こんだけならまあ大丈夫なはず。イエス。で消されなければやばいやばい。これはやばい。むずいよ。むしろむずいよこれ。どうすれば消えない。ゼロコンボでいいよねむしろね。効果やばい。非常に辛い。まずいね。単純にまずいよねこれね。でまた次も生成が来るわけだから
自利品になっちゃうんだよね。これまずいね。回復生成ができないのか。なるほど。一回火適当に消してみようか。まだワンチャンあるんで。一回これで様子見てみたいと思います。2コンボ。あ、全然大丈夫じゃん。全然大丈夫だけど、結局色が降ってこないんで、全然大丈夫ではないんだよね。で、闇は消さないようにたくさん火を消します。回復は全く降ってきません。やばいね。こんなんやばいよね。コットン使って、カンウでヘイストして5ターン耐えるっていう戦法がありっちゃありな気がするんだけど、そっちの方がまだマシか。で、コットンここで一回使います。コットン5ターンで溜まるんで。で、ここでカンウを使ってヘイストをぶち込んでいく。で、毒消すと痛いから、毒は一回離します。こいつ生成でね、自分で消すことあるんで、ただ1コンボはしたい。はい。で、消していただいて、そうね。あ、でもここで回復を1個出せれば、ワンチャンあるぞ。闇降ってくんなよ。よし。よし。盤面はカオスだけど。てか、なんならここでこれを使ってやればいいんだ。来た！来ました。ナイスです。まさかの苦戦でしたね。こいつに、この時代に苦戦するとは思わんかった。なんだかんだ毒耐性は優秀だったと。無駄にコットン使っちゃったんで、怖いのは、ビシュヌヘラドだ。ねえ。早速今、1名登場しましたから、ビシュヌヘラドだら怖いよねっていう話です。ちょっと右にこれ寄せておきます。おや、なんか減ったぞ。今同時で消してた。軽減入っとった気もする。おや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 、減るね。減るけど、この減り方じゃ厳しそう。なんかどうやら6コンボでもダメな時はダメっぽいっすね。ということはまあ現実的ではないと。ここの突破はね、奴が回復する限り。なんでまあここは使っちゃいましょうか。まあヘラドラもね、少しは耐えれますので。倒してしまいましょう。で、21回。いや、昔バステトでやっとった頃はね、リファイブ出たら負けとかありましたね。懐かしいね。まあ、ワンの話なんですけどね。さあ、どうしましょうかね、ここね。とりあえず、いや、倒せるんだろうな、きっとな。ヘラぐらい。キラーで。キラーと7コンボで、いけました、みたいな。未来が見えます。イエス。よっしゃ、無効貫通できます。よかった、よかった。いや、ヘラドラ来るとめんどくさい上に無効貫通できないっていうね、このバルディンの強さが発揮されないんで、これで良かったです。では、ソニアの陣を使って私はまだ輝けますからの、トライレイジモードで、これでエンハをします。3倍です。で、無効貫通をぶち込んでやればいいということですね。こうか。いや、違った。逆や。無効貫通2枚入れた方が良かったね。で、ここはここで、コットン
で闇消さないよね。大丈夫だよね。消さないね。そうだね。3色は3色だね。コットンカンウのトライフェイス。リベンジしましょう。キラーもダブルで入るし。熱いよ、これは。なので、一回ちょっと闇を下に持ってって、で、光でこう蓋をして、で、こうして、で、大王。耐えちゃったし、さすがに貧弱すぎた。ああ。最後でかっこいいとこ見せれなかった。何やってんだ。はい、お疲れ様でした。まあ、神とドラゴンですね。まあ、特に神、キラーもつけれますので、さらに、潜在もね。それに対してはすごい戦闘力発揮しますし、エンハも普通に強いんで、まあ、イルミナとかね、コットンはね、小学生でしかできないんで、マルチで使いたい時とかにも使えます。結構ボックスの中に眠っとったよって方もいるかと思いますんでね、ぜひとも進化させてみてください。で、ちなみに、これお腹にね、バーバラちゃんがいますね。操縦してんのかわかんないけど、操縦してるんだったら相当こいつはでかい。バカでかい。すさまじくでかいね。ガンダム級だね。はい、ということでバルディンでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。